ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。聞いて、魔理沙、どうした？私ね、ついに、リング、っていう映画を見たのよ。ああ、あの1998年に公開されて大ヒットした映画か。そうそう、中田秀夫監督の作品なんだけど、今まで避けて通ってきたけどやっと見れたの。今更って感じもするが、あの映画は面白いよな。呪いのビデオ、ってのがまたいいんだよ。そうね、このご時世、ビデオを見ることはないけど、その古さがまた心をそそるのよね。内容としては、超能力があるせいで父親に殺された貞子の怨霊がこのビデオを作ったんだよな。この映画の話をしているだけでゾクッとするぜ。怨霊って怖いわね。怨霊って言えば、無念の死を遂げた武将は怨霊になるって話聞いたことないか？何その話、面白そうだから詳しく教えて。じゃあ今日は、無念のすぎる最後を遂げた武将を解説していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。信濃にある諏訪大社大羽振でありながら、戦国大名でもあった諏訪頼繁について解説しよう。諏訪頼繁って言ったら、2024年7月から始まったテレビアニメ、逃げ上手の若君にも出てくるわ。そうなのか？知らなかったぜ。知らないの？通称、逃げ若って言って、主人公は北条時行なんだよね。北条時行のことなら知ってるぜ。鎌倉末期から南北朝期にかけての武将で、鎌倉幕府滅亡に際して信濃へ逃された。その時諏訪頼繁にかくまわれたんだ。頼繁は北条時行にとっては命の恩人なのね。そういうことだぜ。アニメの中で頼繁は未来を見通す心力の持ち主で、笑顔がうさんくさく、その未来は断片しか見えないの。だから時行からは、霊感詐欺、インチキ霊媒師、扱いされているのよ。そうなんだ。まあ、アニメの話はこれくらいにして、頼繁の話をしていくぜ。諏訪家は諏訪大社大羽振を司る南信濃の名家で、戦国大名と神官を兼ねる少し異色の家柄だった。頼繁は幼くして大堀に就任したが、後にこの地位は弟の頼高に譲ったらしい。神宮と大名を兼ねる家柄なんてすごいわね。祖父の代から黒人衆と共に武田氏と争っていたが、天文4年に武田信虎と和睦した。それから5年後の天文9年に、信虎の三女である寧々御用人を正室に迎えたんだ。武田家と敵対したり融合したりした中で、正室に迎えるのは諏訪家にとってはいいことよね。頼繁もそう思ったんだろうな。ちなみに寧々御用人は武田晴信の妹で、義兄弟関係になったんだぜ。義兄弟関係になって、連絡取ったりするのかしら？それなりに恩信はあったようだ。でも天文10年に晴信は不大重臣らとクーデターを決行し、晴信の父である信虎を駿河に追放してしまったんだ。待って、待って、実の父を追放したの？そういうことだ。それによって頼繁の運命は暗転した。武田家中の混乱を見た頼繁は早速動き出し、同盟の武田を無視して上杉氏と勝手に和議を結んだんだ。そればかりか断りもなく、作地方の半分を領有化したんだぜ。なんで頼繁はそういう行動に出たのかしら？多分頼繁はまだ年が若い晴信など気にする必要もないと考えたんだろう。既成事実さえ作ってしまえば、後でなんとかなると高をくくったんだ。なるほどね。でも晴信は決して甘い男ではなかった。国主の座を強奪した晴信は信濃侵攻を決意し、稲野高遠より継ぐや金指行尊と組んで頼繁を攻めたんだぜ。晴信は妹の夫である頼繁にも容赦ないわね。まあ、父を追放するぐらいの人だもんね。金指高信は諏訪神社下社大堀の家柄。金指氏は一度頼繁の父、頼高に滅ぼされていたために諏訪家に強い恨みを持っていたんだ。そういうことなら晴信と組むのは当然かもね。もう一人の頼継はもともと諏訪宇治の桃園で、頼繁とは諏訪家総領の座をめぐって対立していたんだ。でも頼繁は身内である頼継のことを信じていた。決して仲は良くなかったが、それでも外敵に対しては力を合わせることを信じていたらしいぜ。信じている人にことごとく裏切られるなんて、頼繁はかわいそうな人なのね。そうだな、だから頼継の裏切りには強い衝撃を受けたんだ。そこへ妻の実家である武田家、身内である高藤家、神官仲間である金指家の三家による三方からの侵攻を受けたんだ。それだけの勢力が攻めてきたら、さすがの頼繁もひとたまりもなかったでしょうね。頼繁は必死で防衛戦に努めようとしたが、集まった兵は千人のみで守りきれなかった。頼繁は上原城を焼いて桑原城に撤退、重臣の説得もあり降伏を決意したんだ。そうなるわよね。そして頼繁は頼継に諏訪神社大堀の職を与えないことを条件に応じるとしたんだ。信方からその報告を受けた晴信は応諾し、除名の約束もしたんだぜ。頼繁は義理の弟でしょ？だから命だけは守ってくれたのね。そして頼繁は妻、寧々御用人の縁で除名するとの約束を信じて7月に降伏、会場に応じたんだ。でも頼繁の反発心が消えぬと見た晴信は、除名の約束を反故にしたんだぜ。
そして頼重は春信より切腹を命じられ、26歳で生涯を閉じたってわけだ。頼重は無念だったでしょうね。頼重は死ぬ間際、武田家の死者を呼び見届け人に、武田はこれからも多くの者に腹を切らせるであろう。でも武田は滅びることになる、と言ったんだ。死ぬ間際にそんなことが言える頼重がかっこよく思えたわ。さらに頼重は短刀を杯の中に酒に浸し、腹を十文字に書き切り裂いた。最後に右の乳首の下に短刀を突き立てたらしいぜ。勇ましい死に様が見て取るようにわかるわ。後にこの頼重の武田家滅亡宣告は的中。なんとその当事者は頼重の外孫の勝頼だったんだ。すごいね。宣言してそれを子孫がやってのけるなんて。そうだな。ちなみに甲府に来住院というのがあって、頼重の凄まじい怨念が砕いたとされる割石が残っているんだ。市の有形文化財になっているのよね。文武両道の素晴らしい人物である太田道灌殺害事件だ。ちなみに文武両道というのは知っての通り、学芸と武道の両方に秀でている人のことだぜ。文武両道なのに、なんで殺害されなければならなかったのかしら？それをこれから紐解いていくぜ。太田道灌は永享4年に相模守護代を務める太田助清の元に生まれた。太田氏は代々扇ヶ谷上杉家の家裁を務める家柄だった。生まれた時から上杉家と関わりがあったのね。ただ扇ヶ谷上杉家は鎌倉久保を補佐する関東管領を代々務める上杉氏の私有にあたり、関東管領を独占する山の内上杉家をサポートする家系に過ぎなかったんだ。ふむふむ。だけど道灌が家督を継ぐと、道灌の働きにより、扇ヶ谷上杉家は次第に山の内上杉家に匹敵するほどの力をつけるようになっていくんだぜ。道灌のおかげで扇ヶ谷上杉家は勢力を上げたのね。そんな道灌は幼少期に、学問に励み鎌倉の建長寺や足利学校で学んでいた。足利学校ってのは、平安初期か鎌倉時代に創設された高等学校教育機関なのよね。よく知っているな、その通りだぜ。ただ幼い頃から道灌は聡明すぎて鼻にかける気質で、よく父、助清に注意されるほどだったとか。でも道灌が太田家の家督を継ぐと、すぐに有能ぶりを発揮したんだ。聡明であっても鼻にかけると嫌われるわよ。それは昔も今も同じだわ。扇ヶ谷上杉氏の家裁となって鹿を支え、当主である上杉正真が戦死した。その時正真の叔父にあたる上杉定政を当主に据えて混乱を回避したんだぜ。上杉正真には子がいなかったから、大混乱に陥ると考えたんだろうな。本当に頭が切れる方だったのね。そうだな。さらに江戸城をはじめ、川越城や八幡城などを築いて敵の侵入に備えるなど聡明さを発揮していた。だから、築城の名人として知られるようになったんだぜ。江戸城を築いたのは道灌だったのね。その通りだ。道灌が家督を継いだのは京徳の乱の真っ最中。そのため古学坊の勢力に対抗するために防衛拠点の設営を急いだ。道灌は利根川流域に城を作り防御を固めるため山城を設計し敵の襲来時にはこもって戦ったんだ。山城っていうのは天守閣とは違うの？いい質問だな。天守閣や土壁の櫓がそびえ立つのが居城。一方、山城はもともとある地形を生かし狭い街道を挟んで小高い山に車や馬出しを設置している。ちなみに車とは堀や土塁で囲まれた区画のことで、馬出しは出入り口の前に作られた囲みのことだぜ。築城って聞くと天守閣をすぐに思い浮かべるけど、そんな城もあったのね。今でも備中松山城や美濃岩村城、大和高村城が日本三大山城として有名なんだぜ。そして地方の有力武家である千葉氏が古学坊に着いたから、利根川流域を抑えなければならなくなった。そこで交渉3年に武蔵の国の領主の江戸氏の領地に城を建てたんだ。それが江戸城ってことね。そういうことだ。気づきは、根城、中城、戸城の三重構造になってて、その外側には水靴や切岸が巡らされた本格的な城であったらしい。ちなみに江戸城は徳川家康の拠点で有名だけど、家康が関東入りする100年以上前に完成してるんだぜ。知らなかったわ。江戸城は徳川家康が築城させたわけじゃなかったのね。少し話がそれたからそろそろ戻そう。これまでの戦法は一騎打ちが主流だったんだけど、道灌は根本から見直すことにした。そして足軽の集団戦法を確立させたんだぜ。いろんな大河ドラマで見る戦法は、道灌が考案した戦法だったのね。その後、道灌は天明8年に長尾景春が反乱を起こすと、景春を追い落とすという主君を挙げた。道灌の活躍で戦いは連戦連勝、優れた政治力を発揮し関東諸将らもこぞって称賛したんだぜ。道灌の聡明には脱帽だわ。そんな部下を持った主君はさぞ最高な気分でしょうね。それがそうではなかったんだ。もともと定政は猜疑心の強い性格だったのか、道灌の功績を妬むようになりうつうつとしたらしいぜ。なんで？
忠誠心の塊の同感を疑うなんてひどいわ。ただ先にも述べたが、同感は鼻にかける仇だった。だから、自分が主君を強くした、と言わんばかりの態度を隠しきれず、定政に伝わったんだろうな。そうだったわ。同感は鼻にかける仇だったわね。そんな状態だったから、しめしめ、と思ったのか、山の内上杉氏の当主、秋貞は策を練った。そして、太田同感に威信あり、定政を滅ぼそうとしている、という噂を流したんだ。デマを流すなんてやり方が汚いわね。噂を聞いた定政は確信したんだ。一方、同感には定政に恨まれる覚えはないから、定政がそんなことを思っているとは知る由もなかった。何はどうあれ、同感のおかげで定政は強くなってるのにね。そしてことは起こったぜ。文明8年に同感は定政に招かれて粕谷館へ赴いたんだ。入浴後に風呂場から出てきたところを惨殺され、東方滅亡、という言葉を残し果てたんだぜ。同感の最後の言葉は怖いわね。実際にそうなりそうだわ。実際に同感の思いは怨念と化し、定政を落馬させて命を奪ったとされているんだ。そして定政の死後、急速に扇がやつ上杉氏は衰えていき、やがては滅亡を迎えたんだぜ。主君のために頑張ってきたのに、その主君に殺されるなんて残酷すぎるわ。将来に絶望の末、妻を殺し自害した雄三寺高房について解説していくぜ。これを聞いただけでも怨念が残ってそうな気配だわ。かつて強大な戦国大名として名を轟かせたのは秘前の雄三寺氏。天正12年の沖田縄手の戦いで当主だった高信が戦死したことで、実権は鍋島直重が握った。ふむふむ、秘前の国って確か佐賀県と長崎県のことよね。その通りだ。当時の佐賀藩は名を雄三寺氏が持ち、実を鍋島氏が握るという暫定的な二重統治体制。正家が病弱だったため天正15年にわずか過5歳で高房は家督を相続することになったんだ。佐賀藩の実権は豊臣秀吉の承認の下で、重臣の鍋島直重とその子勝重に握られたってわけだ。5歳では何も判断できないから、重臣であった鍋島家に任せるのは仕方のないことよね。ところが雄三寺氏再興を諦めない人物がいたんだ。それが正家の後を継いだ雄三寺高房だったんだぜ。高房は若いのにしっかりしていたのね。その頃高房は直重の孫娘をめとって諸大夫として江戸幕府の人質となっていたんだ。慶長8年に駿河の神に任せられて徳川秀忠に仕えていた。実質上の人質になっていたのなら苦痛な生活を強いられそうだけど出世しているわ。だからか彼が出した書状を見る限りでは、鍋島不死が自分に家督を継がせる旨の相談があった。今後とも勝重とは兄弟のように仲良くしたものだ、と明るい未来を見ている様子が伺えたんだ。まあ、あくまで当主は高房だもんね。おそらく幕府に対して、高房に佐賀藩主を譲るべきかどうか打診していたんだと思う。でも佐賀藩は鍋島不死の統治のもとにうまく収まっていたし、勝重は家康の養女と再婚してる。現状を変更するべきではないと結論付けられてしまったんだぜ。そうなのね、まだ高房は若いし、佐賀藩は鍋島不死が統括してると言っても過言ではないわ。それは高房の藩主就任に、ノーが突きつけられたことを意味していたんだ。この事実を知った高房は打ちひしがれ、悲憤し嘆き悲しんだ。佐賀藩は雄三寺家のものだったのに、取り戻すことできなかったんだもんね。そして翌年、将来に絶望した高房は正室をその手にかけ、自らも命を絶とうとしたんだ。でも側近に止められ、自害は失敗し深い傷を負った。その時の傷を養生するために秘前への帰還を許されたけど、結局ふるさとで自害してしまったんだぜ。打ちひしがれたのはわかるけど、妻を殺してしまうなんてひどいわ。この不祥事により鍋島直重は強い不快感を示し、父の正家に、大恨み状、と称される書状をした。そこには、これだけ雄三寺家の存続に苦心しているのになぜ当てつけのように自害を遂げようとするのか、一体何が不満なのか、と書いてあったんだとか。なんで鍋島直重は高房が自害したことを不快に感じたのかしら？それは実権を握っていたのは確かに直重だったけど、直重としては高房に十分に尽くしてきたはずだった。それに高房がふるさとに帰り傷が癒えた後、話をしようとしていたらしいぜ。要するに直重は事実上は実権を握る形になったけど、高房への忠誠心は間違いなくあったってことね。そういうことだ。だからショックだったんだろうな。息子の死にショックを受けた正家もまた、ほどなくしてこの世を去ってしまったんだ。もしかしたら直重は高房のことを実の子のように思っていたのかもしれないわね。しかし最高の夢を果たせなかった高房の無念の思いは、直重を苦しめていたらしいぜ。なんと佐賀城下では高房の亡霊が出ると大騒ぎになり、直重が死ぬ間際に耳に腫瘍ができたことで、人々の間で高房の怨念に取り憑かれたのだ、という噂が出回ったんだぜ。まあ怨霊はいるかもしれないけど、直重の耳に腫瘍ができたのはただの病気のせいよ。その当時の人々には高房の怨念が起こしたとしか思えなかったんだろうな。
強烈な逸話を残した織田信孝について解説していこう。逸話なんて大好物だわ。織田信孝については知っている人も多いと思うが、織田信長の三男として永禄元年に生まれた。信孝には二人の兄がいて、長男の信忠は美濃一国を、次男の信勝が南伊勢島、南伊賀、東大和を領有。しかし三男の信孝は川は鈴鹿の二軍しか領有できなかったんだぜ。戦国時代は長男ほど優遇されていたのね。まあ、現代でも後継ぎは長男なのは変わってないわね。日本のその風習はずっと変わっていないな。まだ現代の方が自由が利くようになってるけどな。永禄12年に信長は北伊勢を攻撃し、神戸城の当主である神戸智盛を降伏させた。そしてこの時、智盛には子供がいなかったため、信孝は智盛の養子になったんだぜ。養子になったってことは神戸家を相続して、神戸領を織田領にしたってことね。そのために信孝を養子にしたんだろうな。信孝は天正2年の伊勢長島の戦い、翌年の越後一向一揆の戦いなど信長の主要な戦いに出陣した。信長のために信孝は戦っていたのね。そんな信孝は天正10年本能寺の変の時、四国攻めのために重臣と共に大阪にいた。四国攻めでは四国平定後に讃岐の国を与えることを信長に約束されていたんだ。でも本能寺の変で信長が死んだことにより、それは潰れてしまったんだぜ。本能寺の変で信長は死んでない説もあるけど、本当に死んだのかしらね。どうなんだろうな。焼死体は上がらなかったんだけど、生きてた証拠もないし、死んだのは確実だろうな。なんだ、そうなのね。信孝は信長の死後、秀吉と合流して総大将を務め、明智光秀を破ったんだぜ。親の仇を討ったのね。しかし本能寺の変で信長が死んだことにより、信孝の運命は大きく暗転してしまったんだ。戦後の清洲会議で織田家の後継者に選ばれず、秀吉への反感を次第に募らせていった。織田家家臣は二つに割れ、信孝は柴田勝家と結託して羽柴秀吉と兄の信勝と反目したんだ。羽柴秀吉は後の豊臣秀吉のことで、その秀吉を反目してしまったのね。そこが暗転してしまった原因だろうな。秀吉は棋戦を制するべく、天正10年12月に信孝の岐阜城を囲み武力で圧したんだ。頼みであった勝家は積雪のため越前から出られず、援軍は全く期待できず降伏を余儀なくされた。12月の越前は積雪がすごいもんね。こればかりは時期が悪かったとしか言えないわ。そして母と娘を人質に差し出すことで、和睦を受け入れたが決して諦めたわけではなかった。さすが信長の子供ね。天正11年1月に賤ヶ岳の戦いが起きると、信孝も挙兵し岐阜城を堅くなに守り抜いていた。しかし肝心の勝家は秀吉に敗れ自害してしまったんだぜ。柴田勝家は信長の家臣でとても活躍した武将なのに、秀吉にはかなわなかったのね。兄の信勝の大軍に囲まれた信孝は観念。降伏し開城した信孝は北半島にある近江道寺で軟禁され、切腹させられたんだ。また人質になっていた母と娘も処刑されたんだぜ。愛知県の美浜町に現在も安養院はあって、北のお遍路巡りの一つなのよ。そうなんだ。ちなみにそこに掛け軸があると思うんだけど、信孝は切腹した後に蝶を取り出して、その掛け軸に投げつけたという逸話があるんだぜ。怨念たっぷりの掛け軸が現存しているのね。後に自生の句も発見されていて、昔より衆を罪ののまなれば、報いを待てや橋場畜前、と書いてあったんだ。橋場秀吉への恨みが込められていて、必ず報いを受けるだろうって意味が込められているんだぜ。信孝の秀吉への恨みは計り知れないものがあったようね。その後の豊臣家が辿る運命も、もしかしたら信孝の怨霊の仕業かもな。最後はやはり何と言っても無念の死を遂げた織田信長だぜ。三男の信孝も出てきて最後が信長なんて、織田家にはもともと怨霊でもいるのかしら。そうかもしれないな。信長のビジョンは諸説あるけど、まず安土城を築城するまでの道のりを説明することにしよう。信長については知ってることも多いけど、改めて知るいい機会だわ。信長は天文3年に織田壇上の城家の当主である織田信秀の子に生まれた。幼名として吉報氏の名を付けられ、元服前から名古屋城を居城として与えられた。ちなみに名古屋は現在の愛知県名古屋市にあたるんだぜ。小さい頃から城を任されるなんて、嫡男として優遇されていたのね。さらに信長が吉報氏の頃の遺災は、逸話を集めた名称原稿録に記載されているんだとか。13歳になると吉報氏改め、織田三郎信長になった。信長の遺災ぶりは幼少期からだったのね。天文17年に終わりと敵対していた美濃の国の領主である斎藤道三と父の部秀川僕。信長を斎藤道三の娘婿にする縁組が取り決められ、濃姫を妻として終わりに迎えた。そのおかげで終わりと美濃の緊張状態は和らいだんだぜ。縁組をすることで両国が仲良くなるのは、戦国時代ではごく当たり前のことだったわよね。信長は織田壇上の城家の家督を継いだ後、尾張守護代の織田大和の神家、織田伊勢の神家を滅ぼした。さらに弟の信行を排除し、尾張一国の支配を徐々に固めていったんだぜ。それだけでも信長の凄まじさを感じるわ。
そして A66 年に桶狭間の戦いで勝利、A60 年に稲葉城を攻め落とし箕面平定、翌年の A61 年には尾張一国を統一したんだ。稲葉城とは今の岐阜城のことで山城の一つよね。その通りだ。そして足利義昭を立てて上洛し、いよいよ天下統一へと突き進んだってわけだ。順調に征服してきた信長には将来のビジョンが明確に見え始めていたでしょうね。そうだろうな。さらに元亀4年には室町幕府を打ち倒し、信長は勢力を一気に拡大させたんだ。こうして信長は家督と共に岐阜城主の座を嫡男である織田信忠に譲り、京の都に近い安土に拠点を移したんだぜ。信忠に岐阜城を任せて京都付近で何をしようとしてたのかしら。信長は天正2年に従三位である参議になり、天正4年には内大臣へと昇進していった。ちなみに従三位は異界及び神界におけるくらいの一つで、参議は日本の朝廷組織の最高機関である大上官の官職の一つなんだぜ。朝廷でも権力を持っていたのね。そしてこの頃の信長は積極的に朝議に加わり、公家衆とも関わりを深めていたんだ。その理由は義昭を追放したことで幕府は内に等しく、朝廷という枠組みを利用する以外に政治機構を保つ方法がなかったからなんだぜ。なるほどね。また天下統一がされていない以上、自分よりも上級の権威を確保しておく必要があった。公家たちは朝廷権威の復活を喜び、ようやく自分たちの時代が到来するものと期待しただろう。そういう言い方をするってことは、信長には他の政策があったようね。その通りだ。信長には全く違う政権構想があったようだ。でも信長は天正5年に右大臣に昇進したんだけど、半年で辞めてしまったんだぜ。なんで辞めてしまったの？ちょうどこの頃から身辺で目立ってくるのが、竜のデザインなんだ。織田信長といえば、竜よね。信長が安土城天守に数多くの、竜をモチーフにした衣装を用いた。さらに障壁画には中国皇帝を想起させる絵画を描かせていたんだ。また信長の印象の中にも2匹の竜が、天下布武を囲むデザインのものが登場しているんだぜ。竜に中国の皇帝、何を意味しているのかしら？竜は中国皇帝のシンボルで、信長は自らを皇帝と重ねていたんだろうな。実は本能寺の変があった年には、安土城へ扇町天皇の行幸を迎える計画が立てられていた。天皇を迎えるのは本丸御殿になるのよね。そうなんだが、西洋殿を模した建造物があったから、そこに迎え入れたのかもしれないんだ。信長は日常的に天守で過ごしていたから、自然と天皇を下に見ることになる。これはあくまでも予想だが、天皇を従えた皇帝という構図をアピールしたかったんだと思うぜ。信長ならあり得るわ。話は少し遡るが、天下取りへの野望についても解説しておこう。信長の天下統一に向けての話ね。天下布武に向けていよいよ動き出した信長は、元亀元年に越前の朝倉氏を征伐し始めた。京都から敦賀方面に進攻し、越前中央部へ攻め込む予定だった。しかしここで近江の浅井長政が朝倉方に寝返ったという報告が入ったんだ。もともと長政は織田派だったってこと？長政は信長の妹であるお市が腰入れした相手なんだ。だから最初は信じていなかったけど、お市からの手紙で長政の謀反が事実だと認めたらしい。嫁に行った妹の言うことだから認めたんでしょうね。信長は京都へ撤退し、幾多の戦を経て朝倉義景が足利義昭に和議を嘆願したことにより、両者の戦いは一時休戦することになったんだ。信長も引き下がるしかなかったわけね。それから1年後、信長は比叡山の延暦寺への攻撃を開始した。比叡山に逃げ込んだ浅井、朝倉軍をかくまったのは延暦寺の僧兵だったため、延暦寺を敵とみなしたんだ。仏道や神社を破壊、焼き尽くし、山下にいた老若男女の首を一人残らず跳ねたらしいぜ。信長を裏切るとこういう結末になるのね。天正3年に信長は長篠の戦いで、武田軍を相手に戦場に置いて初めて火縄銃を導入。結果は織田信長の圧勝し、先にも述べたが朝廷から内大臣の官位を賜ったんだぜ。信長に対しては凄すぎて何も言えないわ。その後全国各地の大名らによる織田信長への侵攻が開始、足利将軍や本願寺の僧兵をはじめ、越後の国の上杉軍、中国地方の毛利軍、さらに家臣であった丹波の国の畑野秀治、田島の国の山名助とよらが相次いで反旗を翻したんだぜ。信長は様々な大名から反撃されたのね。10年にもわたる反信長連合軍との戦いの終わりが、天正10年に本能寺の変ってわけだ。毛利輝元の俗城であった備中の国の高松城を攻め押している家臣の豊臣秀吉を支援するため上洛。本能寺にこの日は宿泊していたんだ。そういう経緯で本能寺にいたのね。しかもこの時は諸将に出陣を命じていたため、信長自身は100人程度の従者しかいなかったらしい。家臣であった明智光秀にとって、信長を討つには絶好のチャンスだったんだ。光秀が信長を討ったのには諸説あるけど、どんな思いだったんだろうね。そうだな、信長の性格上、光秀が持つ恨みや憎しみは強かったんだと思うぜ。
そして朝6時に1万3000人もの大軍に包囲されて、なすすべはなく自陣した。自陣し本能寺は消失したのに、信長の遺体がなかったってのは本当に不思議だわ。新しい日本をその目で見ることができないまま、無念の思いを抱きながら死んでいった信長。もし生きていたらどんな日本になっていたのだろうか？本当、ちょっと見てみたい気もするけど、不安な気もするわ。想像は尽きることないよな。今回は無念の死を遂げた武将を解説したけど、どうだった？怨念っていうのは見えないものだけど、本当にある気がしたわ。主君や家臣に裏切られて自害に追い込まれ最後を遂げるなんて無念でしかない。だから怨霊になっていてもおかしくないな。もしこの時代に生きていて無念の死に方をしたら間違いなく私も怨霊になっていると思うぜ。マリサの怨霊なんて怖いからやめて。それはどうだろうな。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。